作りもん祭りの人形作りもん祭りは、江戸時代中期より300年以上続く、富山県高岡市福岡町市街地一園で、毎年9月23.24日に行われる、野菜や果物等を用いて人形などを作り市街地各所に、飾り、五国宝穣を祈願する素朴で、趣向を凝らした記載である。作りもん祭りは、もともと地蔵祭りに収穫した野菜などを、 お供えしていたものが、地蔵祭りに、作り物の催しが行われるようになり、やがて日時が9月に行われるようになったもので、素朴だが、大変ユニークな祭りである。現在も同日に、地区内3カ所の地蔵村の地蔵祭りが行われるほか、町内を流れる岸士都線での灯籠流し、画楽、吹奏楽、民謡の演奏など、期間中は、様々なイベントも行われる。 作りもんの作品はその年に話題になった人物や、風刺を聞かせたもの、また歴史上の人物、人気キャラクター、風景や建造物、地元の風物などを、野菜、果物、穀物、草木、花、海産物などを用いて制作する。作品は小さなものから高さ5、6メートル以上の大きいものまで、使用する具材の質感、色などをうまく利用し、 1> 約一週間から一ヶ月かけて立体的、または絵画のように作り上げていく。作り物はもともと町内会や婦人会などが制作していたが、現在では、その他に地元企業、小学校や中学校、高校の生徒、県内外の大学生など、三十数団体が40点前後の作品を出品し、町内各所に展示される。 また、昭和30年代より作り物コンクールが開かれて、おり優勝作品はじめ各賞が選ばれる。なお作り物祭り実行委員会は、2006年に、サントリー文化財団より、サントリー地域文化賞を受賞のほか、数多くの賞を受賞している。また同年、富山県より、と、山の文化財百選に選定されている。2020年6月26日、 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、関係所団体はこの年の開催中止を決定した。2013年3月22日より、大阪府水田市にある国立民族学博物館で、画学の曲目の一つである、乱量を題材にした、高さ2.5メートルの作りも、人形が、10年間常設展示されることとなった。 展示先行理由として、江戸時代より現代まで継承され、地域に根付いた祭りが日本を象徴する祭り文化として評価された。作りも祭りと同日、高岡市中田地区にて1983年より始まった中高菓子祭りが開催されており、両会場を結ぶシャトルバスを運行している。ありがとうございます。